海上自衛隊親潮型潜水艦9番艦の八重潮がグアム島で開催される第1回派遣訓練に参加するとの情報をキャッチしました。今回は派遣に決定された八重潮潜水艦を詳しく見ていきます。この米国派遣訓練は潜水艦に特化した訓練で世界最強訓練です。2023年6月14日付のプレスリリースとして、海上自衛隊の海上幕僚監部は、令和5年の第1回米国派遣訓練、潜水艦について、との表題のお知らせを公開しており、アメリカ軍との潜水艦運用の共同訓練の実施を報告した。今回の、令和5年の第1回米国派遣訓練、潜水艦について、によれば、共同訓練の実施期間は2023年6月23日から翌7月22日までの1ヶ月間が当てられることが表記されており、かなりの期間を費やすことが一見して理解できる。海上幕僚監部が掲げている令和5年度第1回米国派遣訓練潜水艦について、その実施の目的は海上自衛隊の潜水艦運用の戦術的な技量の向上を図ることが挙げられており、海上自衛隊の戦力の要たる潜水艦隊の強化の一環だと感じられる。今回の令和5年度第1回米国派遣訓練潜水艦についての共同訓練の実施が予定されている海域は、アメリカ領たる太平洋上のグアム島周辺の海域が想定されており、太平洋方面の日本の防衛に直結する位置づけだと思える。これに参加を行う海上自衛隊の体制は、親潮型潜水艦の9番艦である八重潮が選ばれており、同艦長を務める義保2等海祭下の八重潮乗組員約70名であり、対潜水艦戦闘の共同訓練を実施するとされている。海上自衛隊の海上幕僚監部のプレスリリースには、今回の令和5年度第1回米国派遣訓練潜水艦についての実施の目的については、一言のみで対潜水艦戦闘としか表記されておらず、かつアメリカ軍側の参加戦力についての記述も記されてはいない。よって、この海上自衛隊の潜水艦である八重潮が、対峙するアメリカ軍艦艇への接近と攻撃を訓練するのか、逆に追跡、探知される状態を回避するのか、内容の詳細については、想像の域を出ないが、両方ではないだろうか。これは、今回の共同訓練の期間が、およそ1ヶ月と長期間に及ぶことから、攻撃、回避の両面についてのシナリオを共に実施する、時間的な余裕があるのではないか。どの個人的な推察に過ぎないが、いかなのむであろうか。ちなみに、この2023年6月現在における海上自衛隊の潜水艦隊の実戦配備状況は、今年3月に、最新鋭の太平洋型潜水艦の2番艦、ワクゲイが、広島の5基地を母港とする第1潜水隊群第1潜水隊へに、配備が行われ、22隻体制を堅持している。この潜水艦22隻の実戦配備体制は、今から、ちょうど12年前の2011年度からの31期の防衛計画の対抗で打ち出されたものであり、昨年2022年3月に、太平洋型のネームシップにて、1番艦の太平洋が、神奈川県の横須賀の第2潜水隊群第4潜水隊に配備されたことで、完成した。今年2023年3月に続いて、太平洋型の2番艦、ワクゲイが就役を果たしたことにより、その22隻体制の内訳は、新しい方から太平洋型2隻、双竜型12隻、親潮型8隻で構成させる体制となったが、親潮型は、この中では、最古参の艦級である。親潮型は、1994年から、2008年にかけて全11隻が建造されたが、今年2023年3月に練習艦となった期間を含めて、
親潮が25年の運用を終えて除籍を迎え、2番艦満潮と4番艦巻潮も練習艦となっており、実戦配備には8隻が残されている。その中の親潮型の9番艦が八重潮であり、2002年1月に起工、2004年11月に進水、2006年実戦配備に加わった艦艇で、今年2023年で就役から18年目を迎えるが、一貫して神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊への所属が継続されている。八重潮を含む親潮型潜水艦は攻撃型の通常動力型潜水艦であり、基準排水量が2750トン、水中排水量が4000トン、全長が 82.0 メートル、全幅が 8.9 メートル、深さが 10.3 メートル、喫水が 7.4M の艦体を持つ。親潮型潜水艦は、その機関部には、川崎重工業社製の 12V2525S ディーゼル機関を2機、発電機を2機、電動機を1機、鉛製蓄電池を480個搭載するディーゼルエレクトリック方式であり、かつての通常動力型の基本形というべき構成を採用している。これらのディーゼルエレクトリック方式の機関部によって、親潮型潜水艦は、最大出力が、水上では3400馬力、水中では7750馬力を発生し、最大速度は、水上の場合で12ノット、水中の場合で20ノットを発揮すると、公表されている。親潮型の次に、建造された双竜型は、1番艦から10番艦までは、機関部の構成に、川崎重工社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機、川崎重工社がライセンス生産を行ったコックムス 4V275 ラウンド、無機イースターリング機関を4機と電動機を1機、鉛製蓄電池を480個搭載に改められた。この、総、竜型は、1番艦から10番艦までの最大の特徴は、何と言っても、川崎重工社がライセンス生産を行い、搭載を行ったスターリング機関であり、通常動力型潜水艦の水中での活動用動力の電池の補助的機構として、非待機依存推進を実現させていてんだろう。海上自衛隊と当時の防衛省の技術研究本部、現在は防衛装備庁へと統合され、海祖済みは通常動力潜水艦の機関部に、非待機依存推進の実用化を図るべく研究を開始しており、1962年にはすでに燃料電池方式の研究に着手していたとされる。しかし当時は液体窒素を用いた燃料電池の実用化は安全性並びに運用性ともに難点が多く断念され、大きさの割には低出力は否めなかったスターリング機関の方がまだ実用性において勝ると判断され、スウェーデンのコックムス社製のものをライセンス生産することが決定された。こうした紆余曲折を経て、総竜型の1番艦から10番艦までの10隻に実装されたスターリング機関による非待機依存推進方式ではあったが、従来の鉛製蓄電に比して危険な水素ガスの発生がなく、多くの点で優れたリチウムイオン蓄電池の実用化で廃止が決まった。リチウムイオン蓄電池は従来の鉛製蓄電に比して同重量、容積であれば倍以上の高エネルギー密度を持ち、短時間での充電が可能な上、大電流、大容量の放電の持続が可能で、かつ密流放電に対する反復回数も優れた特性を発揮する。ただし、リチウムイオン蓄電池は、軍事兵器に搭載するに際しては、非常に発火しやすいという欠陥も抱えており、これを、潜水艦本体の設計でカバーする、三菱重工業者の技術と、蓄電池本体の安全性を高めた、
GSU 朝社の尽力で実用化にこぎつけたといえる。よって、そう、竜型の最終の11番艦、12番艦の2隻以降、最新型の太平型に至るまで、この2023年時点では、日本のみが量産化された、軍用潜水艦の蓄電池としての実用化を果たしているが、今後は、韓国もこれに倣う、可能性が指摘されている。ただし、世界的に見た場合、特に、自国の沿岸部等の比較的に、近海での潜水艦の運用を中心とする国々においては、通常動力型潜水艦の動力源としての非対機依存推進の評価は、未だ高く、導入の重要な要件としてカウントさせている、側面もあるようだ。まあ何にせよ、今回の、令和5年度第1回米国派遣訓練、潜水艦について、に参加を行う、八重塩は、どちらにせよ非対機依存推進でもなく、鉛製蓄電池を用いる、ディーゼルエレクトリック方式であり、給仕期間は否めない。それでも、親潮型は、それまでの海上自衛隊の潜水艦の設計であった、完全覆柄構造かつ、累積型船型から、部分単柄構造で、かつ、葉巻型船型に改められた艦級であり、これは、最新鋭の太平型にも継承されている、形式である。ちなみに、日本の海上自衛隊の潜水艦が、アメリカ軍との共同訓練の実施を開始したのは、今から、ちょうど60年前の1963年まで遡り、アメリカ海軍が主催し、多数の国参加する大規模軍事演習の環太平洋合同演習、通称リムパックも含めれば、通算で85回目を数える。